母さん。忍び寄る足跡ゆっくりと。幽霊の出る家の話。おかしいのは家です。誰も住んでないのに子供の声が聞こえるんだって。トシオくん。あの家に入ったのなら気をつけた方がいい。トシオくん。あの家で子供が。なかなか子供を授けていただけないのは私が悪い。子供が欲しい。子供が欲しい。子供が。私は子供を授かったのです。子供が死んでるんです。助けてくれぬ。くれぬ。くれぬ。強い子供が。呪怨終わりの始まり。